つもの画角からこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。ということで今回の企画は、題して、自分の好きな YouTuber、紹介してみた。うるさいよわらわら。いやー初の YouTuber っぽいことやってるからついテンション上がっちゃってわら。霊夢、その気持ち共感できるぞ。ここまで引き伸ばしてもなんだし今から YouTuber 紹介やっていこっか。じゃあ、レッツゴー。まずは、一人目です。一人目は、沖縄で活動している禅師さんです。彼は、ひいきを全くせず物事を言う YouTuber です。コントンさんとのコラボ動画でバズりそこから再生数は右肩上がり、個人的に今来てる YouTuber です。僕が YouTube を始めようとした原因の人です。二人目は、レセンジャダムさんです。彼たちは、炎上ギリギリの発言が話題になっています。幅広いネタを使用していてすごく面白いです。見るのは自己責任で見てくださいわら。という感じでパッパ言ってるけど説明欄に紹介している人を載せておいたから確認してみてね。3人目は、ボチリストさんです。陰キャが〇〇だったらというネタを投稿しています。すごく面白いので見てみてください。だけど、家族の前で見るのはおすすめしませんわら。4人目は、エルニーニョさんです。エルニーニョさんは、高校生ながらすごい投稿頻度です。すごく面白い YouTuber です。めっちゃくちゃおすすめです。ということで、おすすめの YouTuber4 人を紹介しました。全員すごく面白いので見てみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。